明けましてリオレウス。はい、ということで毎年って言っても3年目だけど、毎年1月1日1月1日になった瞬間に、まあ、やってると。今年も恒例だな。まあ、今回あんま特に話すことないんだよな。あ、そうだ、去年に同じような動画を上げたんだよね。そこで目標登録者50万って言ったんだけど、今何万ぐらい、ちょっと見てないわ。これだ、44万8千人。まあ、行かなかったな。ただまあそこまで気にしてないかな。あとは、毎日投稿しようっつったんだけど、多分20日ぐらい休んだかな、投稿。まあこれもそんな気にしてないかな。いや、気にしろよってことなんだけど、目標にしてんなら気にしろよってことなんだけど、話なんだけど、なんかね、こう、1年通して思ったのは、やっぱなんか、俺今このゲームやりたくねえなーって思ってる時に、やるのは良くねえ。だからまあ、上げたくなければ上げなければいいし、やりたいと思った時にやってストックが残ってれば上げればいいしって感じで、なんかいいんかなって思ったから、今年はもうなんか、生放送した日はバンバン生放送するし、あ、このゲームやりたいと思った時はバンバンやるわ。で、まあ登録者の方なんだけど、どうだろうな。まあ、65万ぐらいいけばいいかな。満足。満足というかまあ、ぶっちゃけなんか、そんな向上心はあるんだけど、がっつり死ぬほど登録者伸ばしていくぜみたいな人間でもないから、まあ、65いけばいいかな。あと何話そっか。俺もうね、ちょっと時間なくてね、もうあれないよ。ちょっとすぐに編集して土星に帰んなきゃいけないから、ちょっとあれなんだよな。あ、今年じゃない。去年か。この動画出てる頃には。去年の、なんだろう、その1年を通して漢字1文字で表すとしたら、まあ、オーンかな。やっぱり失恋してオーンで、モチベドーンとオーンがかかってから、これモチベがドーンで復活して、モチベドーン、まあ、何はともあれ明けましておめでとう、今年もよろしくって感じだな。じゃあ俺は土星帰るから、さらば。